お弁当類におすすめの一口サイズの餃子を作ります。まず皮にの端っこに水をぐるりとつけます。ここは同じだね、普通の餃子と。つけれたらちょこっと、乗せます、お肉、ね、そしたら空気を抜きながら抜きながらくっつけます。じゃあもっとしっかりくっつけて。そう、うん、空気入ってるよ。そしたらこうやって丸めて、そのここくっつかないね、水をつけよう。水はここにちょんちょんちょんとつけて、とつけたらかわいく、そしてできます。こうしたら豚の鼻に、ここが豚の鼻。ポン、みんなも作ってね。